ちは柴田です。今回は2022年製レスポールスタンダードフェイデッドのレビューです。フェイデッドはね、皆さんお聞きしたことがあるかと思うんですけれども、塗装がね薄いんですよ。作業工程をね少し減らしてお値段をお安くしてるんですけれども、レスポールスタンダードでのフェイデッドっていうのはちょっと僕は知らなかったんで、これ気になって千葉管楽器からお借りしてまいりました。材だったりとかピックアップだったりとか使用しているものはレスポールスタンダードと同等のものなんですけれども、塗装だけが違うということでこちらお安くなってるんですよ。ここ一箇所ですね、塗装が若干剥げてるところがあるんで、ちょっとご覧いただきましょう。ここです。非常に塗装が薄いんですよ。これはね逆にねいいんじゃないかというふうに私個人的には思っております。まあ、薄いに越したことないんじゃないかなというところなんですけれども、この後ろの方はねやっぱね若干質感が違うんですよ。通常のレスポールよりも木をね感じれるというか、ちょっと木目をね触った時に感じれるような仕様になっているので、ここは好みが分かれるところかもしれないですね。個人的には全然好きです。で、見た目の大きな違いはここですね。カバードじゃないんですよね、ピックアップが。でも乗っかっているものはバーストバッカーの1、2ということで、ほんとね、もうね、そのままレスポールスタンダードです。まあもちろんこれレスポールスタンダードなんですけれど、塗装の工程を減らしているというところでお安くなってるんで、かなりね、お買い得なギターなんじゃないかなというふうに思います。重量は 3.8。非常に持ちやすいです。若干ね、ウェイトリリーフがかかってんじゃないかなというふうな感じでございます。ちょっとね、音がねこの辺変わるところがあるので、いい感じにこうくり抜かれてんじゃないかなと。近年ものはねフェーズだったりタップだったりとかっていうのはいっぱいついてるんですけれども、これもオーソドックスなシックスティーズのレスポールスタンダード、タップとかフェーズがない男らしいレスポールそのものの仕様になっております。まずねこの塗装の薄い生音、めちゃめちゃいいっすよね。オーソドックスな仕様なんだけど、生音は抜けのいい軽やかな感じ。でリアからいきます。軽やかさありますね。フロント、お、使いやすいフロント、こもりすぎずね、抜けもしっかりしてるんだけれども、王道なレスポールの良さ、古いレスポールはねもうちょっとね癖が強いんですよね。ちょっとオーバードライブで、ね、使いやすい感じ。非常にバランスがいいですよね、リアとフロントの。やっぱバーストバッカーいいですよね。フロントでやっぱり、ね、これだけ抜けてくれるとリアとの併用がね非常にしやすい。レスポールはいろんな進化をしてて、近年ではねタップだったりとかフェーズだったりとかついてたんですけれど、またこうしてね2022年王道の方に戻ってきたなと。で、王道でありながらも幅広く使える、レスポールの良さを残しながらも若干この武骨さをなくして今よりに寄せている、
そういう印象ですかね。非常に使いやすいです。重量もね、やっぱね、この 3.8 ぐらい、これがねベストっすよ。やっぱ重くなってくるとねしんどいんで、なかなかね使用頻度が減ってきたりするんですけど、これだったらね非常に使いやすいなと、というふうな感じで、塗装が薄いだけでコストが下がっているというレスポールスタンダードのフェイデッド、これねぜひぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。おはようございます。